シーボルト事件は、江戸時代後期の1828年に、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが国金である、日本地図などを日本国外に持ち出そうとして発覚した事件。役人や恩人らが多数処刑された。1825年には、異国船打ち払い令が出されており、およそ外交は、緊張状態にあった。文政11年9月。 オランダ召喚付けの医師であるシーボルトが帰国する直前、所持品の中に国外に持ち出すことが禁じられていた日本地図などが見つかり、それを送った幕府天文方、書物奉行の高橋影康ほか十数名が処分され、影康は告示した。シーボルトは、文政12年に国外追放の上、サイト交金誌の処分を受けた。当時、この事件は、 マミア林蔵の密告によるものと信じられた。カラフト東岸の資料を求めていた影安に、シーボルトがクルーゼンシュテルンの世界就航機などを送り、その代わりに、影安が井の歌だたかの大日本宴会予知全図の縮図をシーボルトに送った。この縮図をシーボルトが国外に持ち出そうとした。シーボルトは江戸で幕府天文方 高橋景康のもとに保管されていた井の渦を見せられた。地図は金製品扱いであったが、高橋はその写しをシーボルトに渡した。後のシーボルト事件は、この金製の地図の写しを持ち出したことにあった。シーボルトらが1826年7月に江戸産布から出島に帰還し、この旅行で1000点以上の日本名、漢字名植物標本を収集できたが、 日本の北方の植物にも興味を持ち、マミヤ林蔵がエゾ地で採取したお芝標本を手に入れたく、マミヤ宛に丁重な手紙と布地を送ったが、マミヤは外国人との私的な贈答は国金に触れると考え、開封せずに上司に提出した。高橋陰康とマミヤ林蔵の間には確執があったと言われる。マミヤがシーボルトから受け取った手紙の内容が発端となり、 多くの日本人と高橋影康は捕らえられ、取り調べを受けることになり、日本地図の変換を拒否したため、シーボルト自身も処分の決定を待つことになってしまった。乱戦積みに八角説旧来の説では金製品を積んだ船が暴風雨に見舞われて座礁し、積みにから地図などが発見されたという乱戦積みに、八角説が知られていた。エドロ建設1996年に、 旧来の説を否定する論文が出され、オランダ小館長の日記や三井越後や、長崎代理店をしていた長崎商人の中野、洋介による報告書の写しから井戸で露見したとする江戸露建設が有力になっている。長崎市鳴滝にある、シーボルト記念館の研究報告書である、鳴滝企業第六号発表の梶ジテルの論文、乱戦、コルネリウス・ハウトマン号とシーボルト事件で、 これまで通説だった暴風雨で座礁した船中から地図等の古金星の品々が発見されたという説が後日の捜索であることが判明した。コルネリウス・デ・ハウトマン号は1828年10月に出航を予定していたが、同年9月17日夜半から18日未明に西日本を襲った猛烈な台風で座礁し、同年12月まで離礁できなかったのである。 従来の説は壊滅的な被害を受けて座礁した船の中から金製品の地図類や三葉葵の門付片桜などが見つかっていたことになっていたが座礁した船の輪検もなくそのままにされ船に積み込まれていたのは船体の安定を保つためのバラスト用の銅500ピコルだけだった2019年中野洋介が江戸に送った報告書を本店で写した資料が見つかった 中野の報告書によると事件は江戸で露見し、飛脚で長崎に通報され、長崎奉行所がシーボルトを取り調べて様々な金製品が見つかったと述べられており、オランダ側の資料とも一致する内容となっている。江戸で高橋景康が逮捕され、これを受けてシーボルトへ高橋より送った日本地図その他、シーボルト所持いたしおり、こうため、 シーボルトの所持する日本地図を押収する内名が長崎奉行所にもたらされ、出島のシーボルトは尋問と家宅捜索を受けた。南京状態のシーボルトは研究と植物の乾燥や動物の剥製作りをして過ごしたが、今までの収集品が無事オランダやバタビアに搬出できるかどうか心配であり、コレクションの中には個人的に収集していた標本や絵画も所有しており、 これが彼一人の自由にはできなくなっていた。シーボルトは尋問で、科学的な目的のためだけに情報を求めたと主張し、捕まった多くの日本人の友人を助けようと彼らに罪を負わせることを拒絶した。自ら日本の民になり、残りの人生を日本に泊まることで人質となることさえ申し出た。高橋は1829年3月獄死し、自分の身も危ぶまれたが、 シーボルトの陳述は多くの友人と彼を手伝った人々を救ったと言われている。しかし、日本の地図を持ち出すことは禁制だと彼自身知っていたはずであり、日本近海の海底の震度測定など、スパイの疑惑が晴れたわけではなく、シーボルトは国外追放処分となった。シーボルトは、高野長英から、医師以外の肩書きは何か、と問われて、コンテンスポンテオルテと、 ラテン語で答えたと、渡辺火山が書いているが、これは、コレスポンデントベルデであり、内情探索官と訳すべきものである。シーボルトは、安政5年の日蘭修行通商条約の締結により追放が解除となり、翌安政6年に、長男アレクサンダーを伴って、再来日し、幕府の外交顧問となっている。なお、二度目の来日中の文久2年にも、 秘書役であった、ミセモロブチが、シーボルトのために、日本の歴史書を翻訳した罪で捕らえられるという、事件が起きている。一方、シーボルトの孫娘にあたるミセモロブチの妻、楠本孝子の手記によると、原因は、他のところにあったとされている。ありがとうございます。